松本潤、どうする家康すでに、惨敗、決定。最大のクライマックスも視聴率低下。盛り上がりを阻む有村霞、生名の、平和の国の呪い。9月3日夜39、時主演の NHK 大河ドラマ、どうする家康の第34回、豊臣の花嫁が放送される。8月27日には第33回、 裏切り者が放送され、徳川家イ,イエロー、石川数家の演技が絶賛された。しかし、平均世帯視聴率10.1%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、と前回から0.1ポイント減。石川数正の出本、出本、逃げ出しなトピックでも、視聴率浮上の効果はなかった。第33回の内容は以下。 家康、松本淳は小牧長久手の合戦で秀吉、室津義、四十七に勝利。しかし、浜野健太、四十二に標的を変え、家臣たちを次々と調略。信夫を抱き込んで家康に和議を迫り、さらに人質を求めてくる。しかも、 信ぶから家康に届いた書状には、その後、秀吉が関白に就任したという知らせが浜松に届き、家康は名代として数生を大阪城へ送る。そこで数生は、秀吉の天下が崩れることはないと確信。さらに、徳川を苦しめる真田正幸一、62の裏にも秀吉の影を感じた数生は、 秀吉は欲しいものを何でも手に入れる化け物で、家康でもかなわないとし、進化に入るよう説得する。加工は、今の自分があるのは数生のおかげだと思っているが、国を守るためには秀吉に降りたくないとし、の世を叩かなきようにする、浄土にすると心に決めてきたと語る。すると数生は、我らの国を守り抜き、家康を天下人にするまで。 いつまでも一緒だと誓い、その言葉に家康は男泣きするが、数日後、数生は姿を消していて、という展開。ツイッター、上の反響は、数生の出版には諸説あるんだろうけど、本作では家康が瀬名と約束した理想のために、そして家康に現実目に自らを犠牲にした感じだよね。家康との退治シーンでの松茂さん渾身のお芝居。 素晴らしかったです、など、絶賛の声は多いが、脚本や演出に対する批判の声は相変わらずだ。